明けましておめでとうございます。新春特番リバタリアンとは何かということでですね、我々旧国シンクタンクで一番最初に議論したことを宮内先生の仲介でこの度藤原書店から著作化されることになったということで、そのご報告も兼ねて、また座談会をしたいなというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、普段打ち合わせしてない手で実はしてるんですが、今回は本当に打ち合わせせずに始めたんでどうしようかなということなんですが、はい、リバタリアンといえば渡瀬先生なんで、渡瀬先生、とりあえずいきなりリバタリアンとは何かって聞いていいですか？結局ですね、リバタリアンとは何かっていう本なんですけど、リバタリアンとは何かについて議論をするっていう本なので、はい、サクッとこういうもんですよっていうのはなかなかやっぱり言えないかなと。ただ、その議論の中から、リバタリアンってこういうものなのねっていうのを読んでいただいた方に、ご理解いただけるようなものになってるんじゃないかなというふうに思っています。ですから、流派としてはですね、結構いろんなものがあったりするんですけども、そういうものを踏まえた上でじゃあ議論していって、具体的なテーマの中で、リバタリアンだったらこう考えるのかとか、もしくはバーティアンだったらこういうふうに考えるのかみたいな、そういうような手触り感があるような、ことを読んでいただいた方には分かっていただけるんじゃないかなと。ただ、根本的なところはやっぱり財産権がベースになってて、特に自分自身を所有をしていると、自己所有権であるとか財産権というものの考え方っていうのがベースになっていて、それが広がってるんだっていうのが周りにまでね広げて考えていくんだっていうのはリバタリアンっていう話なので、これはやっぱり日本の中ではですね、なかなか伝わってない部分もある話かなというふうに思っていて、新春ということでこの本が発売して皆さんに新鮮な議論がお届けできるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、リバタリアンを考える上で、定義は最後でいいと思います。結論部分なんで、だからリバタリアンじゃないもの、特に似ているものとの違い、よく比較されているものとの違いということで、無政府主義者とよく勘違いされるけれども、無政府主義に対して最小国家論っていうことでよろしいですか？これはね、難しいんですよ。はい、無政府主義的なリバタリアンもいるので、それはこう、なんていうんですかね、度合いの問題なんですよね。どこまでやるのみたいな。根本になる考え方が違うと、どこまで政府の機能っていうものを認めるのかっていうのも、違うんですよ。で、一番強烈な人たちにしてみたら、ちょっとでも政府のね、やつを認めるやつはリバタリアンじゃねえみたいな話になったりとかもするので、どういうところにベースを持って考えてるのかっていうのによって、みんな言ってることが違うので、みんな仲が悪いという、そういう人たちなんですけど、そんなね、喧嘩しないで、とりあえずそれぞれの人が何言ってるのか見て、議論して、違いを議論することによって、全体像が分かるっていうのでいいんじゃないですかというふうに思ってますね。はい、これ、はい、いいですか？はい、旧国の人ってこの話ついてこれるの？基本的には。ああ、すごいよ。はい、だいたいリバタリアンとは何かっていう、こういうことが実は旧国シンクタンク の、その目玉のテーマだって言って、去年、倉山先生たち、旧国シンクタンクを立ち上げる、一昨年かも、いう時に、私は倉山先生から、藤原書店から本が出たら非常にそのシンクタンクにとってありがたいから社長紹介してくれって言われて、でこの4人と社長と5人でスタートで、まず私が設定してお引き合わせして、そしたら私さんがこうやって急にリバタリアンの説明したら、もう社長は目丸く、リバタリアンって何ですかって、それがこの本のスタートだったんです。そうですね。だからこの議論はもうね、4段階目ぐらいに言ってるわけで、これが知りたければ本読めば分かるんだけども、まず普通の人にそのスタート、旧国シンクタンクって何のために立ち上げたんですか、それから何を目指してるんですか、でこもごもそのつまりはその官僚をそのこんな勝手なことさせないとか、税金勝手に取られて自分たちが出した税金の行方も分かんないのは困るとか、だからその官僚をシンクタンクにしてる政治家じゃなくて、それに対して何かもらえるために、こちらは民間でたくさんの情報提供する民間シンクタンクを立ち上げましたとか、で一つずつは藤原社長は非常に賛成したんだけど、でもその肝心のその議論分からんと言って、それで藤原で社長がインタビュアーになって、
で、はい、で私も知らない人で私も素人なのでこの議論には、で一生懸命前もって予習して勉強して2回本当に長々と座談会をした結果がやっと本になりますと、はい、でめでたく1月に藤原から本になる、はい、であのさっきほんのちょっとだけ打ち合わせした5分打ち合わせした時に藤原書店から本が出る意義を私に言えた、はい、そうですね、はい、で藤原書店と藤原義夫社長は何者か、はい、普通の人は大体ああ左翼の出版社ね、そうですよね、藤原書店って言ったらそうです、藤原書店というのは、はい、もうそれはもう環境問題にしたり、はい、水俣病にしたり、はい、もうね東日本大震災の話とか、はい、から北海道のアイヌと沖縄って徹底的に反政府的な本を読んじゃいまして、はいはい、であのブローデルの地中海で売れて、はい、でやってるんですけど、社長の本当にワンマン会社というか、うん、けれども出してる本が学術的価値が非常に高くて、うん、ほとんどがその書評されて、しかもその大学関係者に、評判の高い出版社なんですよね、うん、それで毎月こういう木というあの無料の PR 誌を出していて、これがまたレベルが高くて、それで本当にただでこんなことやってていいのかよ。であの藤原義雄社長はだから、まあ言ってみれば左翼から重んじられてる人か、うん、それなのに岡田秀弘著作集8巻出したんで、あの時も大騒ぎだったんですよ。で続いて昭和12年学会に、後押ししてくれて、それで倉山先生と私と藤岡先生3人の昭和12年とは何かを出してくれた時にはもうすごかったよね、歴史修正主義者と、もうなんかすごい抗議が、社長にも抗議が来た、でライターからっていうか普通のこの著作、書いてる人たちの方から藤原書店なんであんな本出すんだって抗議が来たっていう。ですからその意義はですね、藤原書店がこれを取り上げると普通だったらもうあんなのって言って決して手に取らないような、インテリゲンチャの人たちが、インテリゲンチャいいですね、古いなあの本を手に取る可能性が高いし、木で宣伝するとしょうがなく読むというあのプラスがあるんです。なるほど。で藤原社長にその左翼かなんとかって言ったら、いや私は左翼右でも左でもない、うん、なんだってラディカリスト、ラディカリストそれでその倉山先生が何を気がついたかって言ったら、もう藤原社長こそがリバタリアン、まあそうですね、うん、はい、っていうことがに行き着いたんです、うん、それがなんかこの企画を立ち上げて一番大きな理由で、それで本当に長い間社長がインタビュアーになってしっかり議論したら、藤原社長自身が納得した、はい、なるほど、はい、私がこれまで腑に落ちなかったことは、これはそのリバタリアン的発想だった、そうですね、という落ち着きなの、はい、だから本としてはものすごく面白いです、はいはい、それであの私が長い間付き合ってる藤原社書店の山田玄子さんっていうすごく優秀な編集者が、この最後の段階のこの本ものすごく気に入った、内容本当に気に入った、だからもう心を込めてあの込み出し作りました、うん、込み出し読んでるだけでなんか目が開かれる、ですから旧国シンクタンク今私も応援していて会員 で毎日のようにメルマガとかいろんなことで活動されてるけれど、とりあえず何してるかがあの一冊で分かる本ができたと、できると思いますね、うん、だからこれをとりあえずみんなに読めって言えば、はいはい、旧国シンクタンクの目指す方向が結構、うん、あのバッと開ける、そうですね、自由主義の方向が 何を目指してるのか、私もこれで初めて、はいはい、あ、いいことしてる。リバタリアの団体ではないということで、水田先生はその我々の最初の議論から改めてお願いします。確かに。要はあれですよね、あの、まあ、あの、旧国シンクタンクをね、作るって言って、まあ、あの、まあ、倉山先生中心に、まあ、田先生と僕で集まって、あの、話をしたときに、ね、あの、やっぱりこう、あの、まあ、まあ、僕は言う言い方すると、この保守自由主義と右翼全体主義っていう言い方を僕はするんですが、やっぱりこの混乱している、完全に議論が。だからやっぱりこの保守の自由主義の立場の人たちと、うん、右翼全体主義っていうか、統制経済万歳みたいな、で、官僚をね、統制万歳みたいな議論では、やっぱり国民の力が弱くなってしまって、結果的に疲弊してしまって、
本当にね、この中国に対しても何に対しても対抗できる能力、力も奪われていくという意味では、この自由主義というものに基づいた国づくりっていうのを、まあ、明治の自由民権運動とね、流れも踏まえながらやっていきましょうねっていうところでやって、まあ、そういう議論も、この、まあね、宮城先生に入っていただいて、この議論して、それが、まあ、ベースになって、旧国シンクタンクは結局、この、減税と規制改革の話がメインになったんですよね。まあ、最初ね、旧国シンクタンク何をやるのかっていう話の中で、やっぱりそこの減税規制改革っていうのは大きな柱にしましょうっていうのは、この議論がきっかけなので。あ、それは嬉しいですね。はい。もう本当にだって私もなんか、一つずつ腑に落ちていった。はい、それから、その、文字起こしをね、編集するの結構大変だった、はい、みんなでガンガン喋ってるんで、はい、その整理して一人一人がこれをいいことにしたみたいに、はい、切るのが非常に大変だった、切り捨てる部分が大変だったんですよ。だからだんだん勉強してもさせてもらった、すごくよく分かるようになったので、心を込めてお勧めしますね。何にも知らない人が読んだらパッと分かる。で、さっきのそのリバタリアンって何ですかっていう、はいはい、その渡瀬先生のお返事部分がすごく面白い、はい、つまりこういうのもあるよ、ああいうのもあるよ、これもあるよ、はい、あれもあるよ、 そうですね、それぞれの人たちがみんなが嫌い合ってるよって、はい、っていう。そうですね、僕はさっき宮城先生おっしゃった藤原社長が、まあ、左派のその、はい、なんですかね、インテリケンチアの本をこう出して出版社の社長だっていう、藤原社長が最終的にリバタリアンで腑に落ちたって話と、はい、実はそのもっと前にですね、違う人で同じ経験してるんですよ、はい、その何かっていうと、僕の知り合いでですね、ずっと市民運動をやってる人がいたんですね。で、まあ言ってみたら左の人ですよ。左の人がいて、で、その人は、地元の、ですね、空港建設に反対だったりとか、鉄道高架事業に反対だと。まあ大体最後の人って反対してるじゃないですか。反対してて、で、それで、ですね、その運動に参加して結構、なんですかね、根気入れてやってる人だったんですね。なったんだけど、なんかずっと違和感があったっていう話だったんですよ。話した時に。なんでかっていうと、その人は税金の無駄遣いが嫌って、はい、その反対運動をやってたんだけど、周りの人たちはどうもそうじゃないらしいっていう。周りの人たちは、要は、その巨大公共事業に反対をして、で、自分たちの方に持っていこうみたいな、自分たちの福祉に持っていこうっていう話だったんですね。だからずっと話が合わなくて、でもまあその中で、その人は、まあそのいわゆる空港とか、鉄道の需要予測とかもちゃんとやって、で、こう、これは数字が合いませんよね、みたいなのをやってたんだけど、周りの人は誰も聞いてくれなかった。たまたま僕と、ですね、15年くらい前ですかね、に、その人と出会って、で、それはリバタリアンなんですよっていう話をしたら、なんかこう、すっきりしたっていう話で、だ結構ね、あれなんですよね、その左の運動をやってる人たちの中に、リバタリアンがいるんですよ、はい。リバタリアンがいるんだけど、今まで受け皿がなかったので、はい、自分がそういう、なんですかね、市民活動家って左派の、だと勘違いしてるって言ったらちょっと変なんですけど、はい、と思ってる人たちが結構いるんですよね。はい、で、アナーキストに入れられた、ね。そう、入れちゃったりとか、お前アナーキストなのか共産主義者なのかみたいなね、話になっちゃってるんだけど、この本を読んでいただくと、そういう人はスッキリしていただけるっていう、あると思います。私たち、はい、リバタリアンの中、右も左も入ってて、日本の場合は、リバタリアンがあまりにも駆逐されすぎちゃって、うん、その思想として。そもそもいたんですか？まあ、そんなに紹介されなかったんですよね、多分。だから、右と左の中に入っちゃって、ずっと違和感を抱えてる人たちがいるんですよ。名前がなかっただけで、はい、自覚がなかっただけで、実はその日本人はすごくリバタリアン的な自立の思想があるっていうのを開始したのがね。はいはい、で、岡田秀弘だって、その要するにくくられるのが嫌だから、自分で、まあ、大体、その選択肢ができるための世界史とか、その選んでこれだけって言われるのが嫌だから別の世界を提示しましょうとかっていうことを一人でやってきた人だし、でも井原社長がそれを気に入ったんで、まあ主人と仲良かったけども。じゃあやっぱりリバタリアン。そうなんです、そうなんです。絶対ね、藤原社長ってリバタリアンだから、それ私たちが言ったんですよ、その左の人たち、著者が多いしって言ったら、だって日本は本読むのが左が多いんだもん。大学の先生たちっていうのがみんながそっちなんで、要するに著者とね、読者はね、そっちが多いだけで私がそう言うわけじゃないとか言ったわけで。あ、そうなんですね。なるほど。そう、圧倒的に、本を買ったり読んだり、書く人がみんなそっちに染まってるだけで、って。
言われて、うん、なるほど、マーケットの問題だったマーケット、そうですよ、書店としてはそっちの本の問題ですと、はい、はっきりおっしゃったんですよ、はい、なるほど、そりゃそうですね、はい、よくわかるでしょうね、はい、だからあのリバタリア本当にね、あのみんな腑に落ちると思う、うん、読んだらその右か左かのテンプレ言論は私嫌いで嫌いでしょうがないんですけど、うん、まあさっき江崎先生のおっしゃった、右翼全体主義と、うん、あの左派の共産主義は一周回ると同じものなので、うん、そうなんか右か左の人たちってなんかあの議論日本でねしてますけど、え、同じものなんじゃないって思っちゃいますよね、それは、はい、私もいつもね、あの学生に言うときは鍵と鍵穴、はい、だから議論しようと思うと相手の言葉とか相手の世界観を使ってアンチをやると、はい、もうバッチリ鍵と鍵穴の関係で、うん、なんか同じ世界で反対するかこっちなるかだけの問題で、そのそれを離れられない、うん、その宇宙から逃れられないっていうのはすごく不自由で、はい、あの自由のない、うん、そうですね、だ右だからこういう議論、はい、左だからこういう議論っていう、なんか全ての問題は右か左かで枠組みの問題、フレームワークにとらわれがない、うん、だ減税言うのは共産党でしたもんね、昔は。あ、そうですね、いや今でも、ね、今でも言ってます、今でも言ってます、いや最近は令和とかね、立憲とかいろんな人が言ってるんで、はい、あれでしたね、今でも地方議会に、うん、例えば減税の請願を、まあ出してくれるの共産党ね、持ってってもらえる人たちがだんだん増えてきたんですけど、それ持っていくと共産党ですかって言われるっていう一番最初に、でもねやっぱねこれもおかしくって、共産党の人たちは税負担率 100% じゃないのっていう、なんで減税を主張してんだよっていうのも、彼ら自身も多分ね共産党の人たちもね分かってないんですよ、その自分たちの主張が、うん、だと思いますよ、僕は。本当の共産主義であれば、そう。100% なんですよ、ね。そう。なんで減税言ってるんですかって思うんですけど、うん、それはやっぱり。個人の財産権認めないんだから。はい、やっぱり彼らも、はい、よくわかんないうちに、リバタリアン的な思想が入ってしまってるっていうか、はいはいはい、彼らは入っちゃいけないはずなんだけど、入ってしまってってことですよね。自分がちゃんと生きようと思ったら、はい、財産権守りが方法はなくて、はい、それが守れなかったら、うん、もう、生殺与奪の権を一人握られるわけだから。そういうことです。はい、そうです。それだけは嫌っていう人たちは、はい、ほぼ、その、リバタリアン的要素ということを考えないといけないっていうね。そうですね。だって、共産主義の世界を実現したら、生殺与奪の権を政府に預けてしまうわけですよね。政府というか、もう正確に言うと、官僚ですよね。まあ、党官僚。党官僚たちに預けてしまうって話なので。でね、日本人はやっぱりね、結構リバタリアン的な傾向あるんですよ。今、政治与奪の件の話してるじゃないですか。はい、最近流行った鬼滅の刃っていう、はい、漫画あるんですけど、そのね、有名なキャラクターが出てくるんですけど、はい、そいつの決め台詞が、政治与奪権は人に預けるなみたいなことを言うっていう。話で、それ見て、少年たちは、はい、そうだと思ってるわけだから、はい、結構ね、ベースとしてはあるんですよ、それは。はい、でも、だんだんそれが、なんか人に預けるようになってきてしまうっていう。やっぱりマインドコントロールですね。そうですね。はい。入ってみれば、みんなと一緒とか、うん、平和な方がいいでしょとか。うん、でも、それがひどい、これが変っていうのはコロナで本当に全員が、なんかしみじみ、これ、本当にこの世の中のままでいいのかなって。政府に頼ってたらとんでもないことになると。ちょっとずつ分かってる。ねえ、言うのはもう思い知ったと思うんですけどね。うん、はい。うん、だから結局日本の伝統的な右左の議論だったら、うん、結局国と政府の違いがなくて、うん、そう結局反政府で住みゃいいところを反国家になってしまう人が左に走ったわけですけど、でもリバタリアンの今回の議論を聞いてみると全然違う世界、うん、選択肢があるんだってことが見える本かなっていう、うん、つまりテンプレの左の言論にはまらなくてもいいんだっていう、うん、それこそ、まあ、ラジカリストも一つのリバタリアンって被るところ多いにありますよ。まあ、あれですね。ラディカリストっていうのはリバタリアンだから、右と左の議論から見るとラディカリスト。右に見えたってだけの話だと思うんですけど。うん、はい、まあね、レッテル張りっていうのはね、本当に政治だから、はい、だから本質をちゃんと議論すると、うん、レッテル張りに済まないことが増えてくるはずなのに、うん、一言でキャッチコピーで排除しようっていう。そうですね。そんな日本はやめようと。はい、もうちょっと本格的にいい日本を作るために、うん、その、できることと、することを決めてっていうのが、うん、そもそもの、栗山先生の最初からの目的で、旧を下てた目的じゃないですか。うん、はい。だから、皆さんそういう活動してるけど、賛同してくれる人に説明するための、なんだろう、説明の仕方というか、わかりやすい文章っていうのは、弾丸なのですごい大事なことなのね。だからこの本さえ手に入れれば他の人を
言い負かすっていうほど悪くなくて、説得できる、あの、材料ができるじゃないかなって、あの、今ちょうどみんなでね、再考中なんです。そうですね。でもう、あの、この番組が出る頃には、もうだいぶおしまい、もうその、そろそろ出そうって、まだ、まだまだ無理かもしれない。でも1月に出るはずなので。大体あれですよね、宮城先生が、まあ、結局ね、編集者と一緒に全面的取りまとめをしてくださってて、そう、あの、なんて贅沢なって感じですよね。そうですよ。あのね、やっぱりいい本作ろうと思ったら、エネルギーが必要。うん、で本当にいいことみんな言ってるけど、はい、やっぱそれを今度何段階か整理して文章を変えたりっていうより並べ方変えてスーッと分かりやすく届くためにはやっぱり誰かがこう途中で入れないといけないんで、いいんですよ。編集者っていうのはそのビトゥイーンのね橋渡しの人たちだと思ってるんですけど、今回私自身がそのそもそも渡瀬先生のリバタリアンに衝撃を受けてで勉強した人なので、あのちょっと編集者側に近いというか、あの著者のよりはこっちに近かったの で私目線でいろいろ勉強したり資料かあの読んだりしたことも含めて整理しているので、あの多分、本人が本書くよりも分かりやすくなる。それ読んでから本人が。そうでしょ、はい、それ読んでからものすごく面白かったら本人の本に入るっていう、はいはい。そういう順番なんで、普通そうですよ、はい。そういうふうに思った方がよくて、はい。で、皆さんすごいこれからどんどん本書いてやっていく人たちなんだけど、はい、あのスタートラインのガイダンスというか、ね、はい、入り口の本としては、そうですね。すっごくよくできてます。普通の話してるので。で、社長も突っ込んでるし。だからこれもあの藤原社長があの気に入って出してくれるので、あのちょっとスタートの求国の、事業として、はい、これ成功の事業の方に宣伝してほしいと思ってます。はい、あのすごく楽しい。あ、それともう一つごめんね、私は喋って。私の普通の女友達が、私がちょっとその日本の仕組みとかコロナとか税金とかって言ってこの話をした。その方早く出して。ぜひ、そうですか、はい、普通に言うの、あの、はい、本当の主婦っていうか専業主婦みたいな人がね、だからみんな変と思っててもどうしていいか分かんない、ネット見てもテレビ見てもなんかちゃんと返事くれないみたいな、だからもうね、右も左もなんか統制経済全体主義で、なんか本当の自由主義ってね、もうなくなってしまってる、ね、戦争中と同じだよね、まさにその通りで、ひどいことに中国がどんどんそうだし、ね、だからそれに対してやっぱり、いやもうね、でもそれ違うよねって心で思ってる人いっぱいいますからね、うん、そういう人たち、ああ自分はこういう立ち位置だよねっていうのを自己確認できる人は結構いるんじゃないかなっていう、うん、藤原社長みたいに、うん、あ俺はこの位置だよねっていう、うん、自分が保守だとか、うん、リベラルだとか、はい、まず思ってる人に読んでほしいなと思ってるんですよ、はいはい、でその人たちが読んだら、あ実は俺リバタリアンだったんだっていう人は結構いると思うんですよね。であとは最初に宮崎先生おっしゃったように、その日常暮らしててなんかちょっと不自由だなと、はい、違和感あるねっていう人に、はい、手に取ってもらえれば、あその何か、自分の立ち位置っていうのを客観的に確認するっていうことにお役立ちいただける、うん、でもう一つね、私先生と江崎先生とお知り合いになれてね、何がよかった、いっぱいいいこといっぱいあるけどね、アメリカのことがよくわかるようになった。あそうですね、はい、もう日本ってね、なんかアメリカとこんなに長く付き合ってるくせして、はい、アメリカ自体を説明 してくれる人が本当にいなかった、うん、とりあえずアメリカの政治哲学のことなんかを全然無視して、だからね、日本の保守トランプ大好きだけど、うん、トランプがなんで減税やったのかっていうのはこのリバタリアンの議論理解しないとわかんないんだけど、うん、トランプ大好きでもリバタリアン知らないもんね。まあそうですね。ね、もうそもそもだからニューデリューに対抗して出てきた話とか、アメリカでどうしてリバタリアンがいるかとか、で出てきたかとか、バーキャンとどこが違うかとかいうのは、このお二人が説明してくれないと我々は知らないままだったってことがすごくわかる。そうですね。だからアメリカ人が、まあ、自由と民主には大事みたいなことってよく言うじゃないですか、はい、でじゃあその中国に対して自由と民主には大事だっていう話を、まあ、日本の首相とかも言ってるじゃないですか、はい、でも絶対知らないんですよ、うん、もうアメリカ人が何言ってるかも知らないはずなんですよ。アメリカ人がそれを言って何を言いたいのかが多分わからない、うんうん、だから僕ね思うんですけど、あの日本とアメリカの関係特に戦後ですけど、うん、まあアメリカで世界
最強の国じゃないです か、うん、か言ってみたら帝国みたいなのに見えていて、うん、で帝国と言ってることに話合わせてるだけなんですよ日本の、うん、日本の話を、うん、だからアメリカ政治っていう時は大体ね国際関係学なんですよね、うん、その話がやってる人がね、そうです、そうです、でそれって帝国とどうやって付き合うかって話だから、はい、今の世の中で自由と民主主義の価値観が重要なんだって話にもう一回なってきたわけじゃないですか、うん、この状況の中だとそのちゃんと向こうの言ってることを理解できて、うん、で我々もそれがいいという人と、まあ、嫌だという人もいると思うんですけど、ちゃんと分かった上で議論していないといけない状態だなというふうに思いますよ、ね、そうなんですよ、はい、本当にその通りで、アメリカ学っていうのが、まあ、日本にちゃんとないのは、うん、大学の縦割りのせいで、そのこそ岡田秀夫がいた豊洲と西洋史スタートからなかったやつは途中で突っ込めないんですよ、うん、それが一つ。それからその国際関係のがやってる日本ってどうすればいいですか、どういうふうに処置すればいいですか、何か来た時にどうやって対処すればいいですかの質問しか来ないのよ、はい、そもそもそれ何とか、うん、そういうこと絶対誰も聞かないの、会社の社長も、うん、世の中がこうなった時に我々はどうするべきですかと、どういうふうにして待ってればいい、どうやって用意しとけばいいですかしか言わないの、うん、あ確かにそうですね、なんかそう、確かにそういう質問しか来ないもんか、もう私それだ聞いただけでね、はいはい、まあ、こんな人と一緒にはやっていけないとか思うのね、必ず思うんだけど、でも日本の教育のせいなのか、それこそ明治以来のせいなのか分かんないけど、対処のための学問っていうの、うん、どう乗り切るかしかやってなくて、はい、うん、だからその根本的に向こうがこんなっていうことを本当に知りたいような知的興味で動いてないよね、うん、あそうですね、うん、だってこれ今回の本は自由とは何かって、それ何っていう徹底して人文化の言葉があるそもそもなんです、うん、でもいや僕思うんですけどね、だからいやまあね、和田先生も、まあ、ね、まあ、同じですけど、でもですよ、アメリカのね、ほら、シンクタンクとか、はい、そのある程度の人たちと話をしたら、はい、このリバタリアンとかでバークとかですよ、ハイエクとか、うん、この辺のことを知っとかないと、うん、議論噛み合わないですよね。話できないはず。話できないはずだから。話できないはずだ。みんな何の話してるのかな。いや、だから、ね、だからそれ簡単でできてるつもりになってるんだけど。何の話をしてるんだろうって僕もなんか思うんですよ。いや、思いますよ。本当に何の話をしてるんだろう。なんかね、向こうと対等じゃなくてね、英語聞いてね、それで日本語に訳してね、それで日本でね、それをね、伝えるのが、ジャーナリストだったり、学者だったりして。うん、だと思えてるの。いやでも、いやでも、ね、政治とかですよ、外交でやればやっぱり それだけ価値観外交とかなんとか言ってるんであれば、うん、全く別に理解してないのに、ね、自由が大事ですだから増税しますとか言うとですね、はぁとか言うんですよねはぁって感じですよ、うん、アメリカからすれば、うん、なんで自由が大事なのに増税なんだよって、うん、意味がわからんって、うん、本当に、うん、それなんでだ、私も聞きたいくらいなんだけど、うん、それひっくり返りますかね。いやだからその、うん、だから本当にやっぱりこの対中国に対してですよ、体制の選択っていう話で、やっぱり全体主義対自由主義っていうね、体制の選択が問われているみたいなことをほら米中対立言ってるんで、でその中で日本は自由主義陣営で行くんだと、うん、じゃあその自由主義陣営って何って、うんうんうね、いうことのやっぱり根幹の価値観に関して日本人の我々が理解しないままに自由が大事だとか言ったってわけわかんない話なんですよ。そうです。全く逆の政策を進めて、いやだから変な話だけど、はい、中国に対して哲学的な対峙もできない、うんうん、全体主義に対しても対峙できないで、うん、でね、じゃあ対中国で対峙するぞ増税するぞっていう平気もう意味のわかんないことを平気で言える。敵の体制に近づいてますからね徐々に。逆に中国の方が自由主義体制経済取り入れて、はい、経済大国になってるっていう、はい、矛盾が起きて、うん、だからね、だから戦前だってね、ソ連反共を唱えながら共産主義的統制経済やるわけでしょ、うんうん、だから戦前だって全く同じこと言ってるわけですよ、うんうん、反響を唱えて統制経済って意味わかんないんですけど。うん、そうですね。最終的に同じものに、はい。それはね、私、もう、本当に昔からおかしいっていろんなことを思ってた、うん。言ってることでやってることが矛盾して、うん、その、本当のことを、やっぱりみんな嘘ばっかついてるって、うん、思ったのがこういう道に行くきっかけだったわけで、うんうんはい、だから、でもまだ嘘ついてるって分かってやってる方が、まだ賢い人たち、はい。あ、まあそうですね。はい、それ知らないでやってます。知らないでやってますからね。知らないでやってますね。知らないでやってます、笑ってます。うん、まあ、私もこの和田先生に初めてまともにリバタリアンの話習ったくらいなんで。はいうん、いやあとね、やっぱりこの、まあ、ね、日米関係のことを考えると、僕はこの、ウィークジャパンとストロングジャパンの話をしてるんですね。強い日本派と弱い日本派って話をしてるんですが、
あのストロングジャパン派の人たちっていうのはですね、どういう考え方をするかっていうと、ね、外政軍、要するにあの外国に送る軍隊がアメリカ人ですよ、うん、外国を送る軍隊が強くなれば、ね、戦費がかかって増税になる、うん、増税になると自分たちの自由は侵害される、うん、だから外政軍はない方がいい、うん、できるだけ、うん、で外政軍がないようにするためには、でも世界の秩序を守るためにはバランスオブパワーでやらなきゃいけないんだから、アジアでは日本とかは強くなっておけば、うん、アメリカはアジアに軍隊派遣しなくていい、うん、というだから日本を強くしていいんじゃないのっていうのが、あのアメリカンファーストっていうこの戦前の強い日本派の考え方なんですよ、うん、基本的な考え方でいうと、うん、あのロジックだから、うん、あのストロングジャパン派とリバタリアンって一体のものなんですよ、うんうん、でもその意味を理解してないままに外交だけ見てると分かんないんですこれ、うん、だから本当にこのアメリカの保守なりもリバタリアンの人たちこそがストロングジャパン派なんだ、うん、だからそう、ね、でもそれを分かんないでネオコン、要するに外政軍を送って増税する連中と手を組む方が日米同盟が強くなるんだって勘違いしてる人は日本にいっぱいいるので、そっちがほとんどっていう、そう、うん、あのでもそうやってアメリカ様に、ね、あの守ってもらってアメリカの属国で生きていく方がいいみたいな議論が日米同盟を守ることだっていう、もう完全に盗作した世界で議論してるので、うん、ここも問題ですよね。だからその辺のなんかアメリカのこの政治哲学と外交政策の連動なんていうことをちゃんと見てないんで、うん、これもね、これもね中にちゃんと書いてある、はい、こういうところが詐欺かな、だから本当に、はい、いや本当ね、こういうのをちゃんと分かっとかないと、うん、日米関係の議論にならないやつなんですよ、うんうん、そうですね、いや本当そうだと思いますよ、はい、はい、いやもうだから、いや本当ね、これ、いやもう僕はだからもう何でもいいんですけど、あのこの救国シンクタンク作る前、まあ、倉山先生がね、あの、まあ、こういう話をして、もういやあのその通りだって言ってくれて、で渡先生が来てその通りだって言ってくれて、いやこういうことを理解してくれる人は、ね、本当一番最初の第1回研究会の一番最初の時代がこれでした、ね、はい、どういう哲学を我々、はい、持つのかと、うんうん、まあリバタリアンみたいなことも知っておかねばならないと、うん、まあ、ただ私先生自身がややリバと名乗っているように、うん、 そのままはできない、これをね貫徹する人生は結構きついですよね。そうそうそう、はい、でもね、あの私もこの話で面白かったのは、はい、リバタリアンにもいろんな段階があるっていうこともちゃんと書いてあるし、はいはい、はい、でそのアメリカのいいところはそれを貫徹したらこうなります、うん、そうでないとこの辺ですと、この人たちというそのちゃんと哲学的な分け方っていうのをしていて、なあなあで感じで、あの雰囲気で行こうっていうことが、あの日本多すぎるから、うん、そうじゃないっていうことを、うん、結構この哲学的な話を、ね、これ本してるんですよ、はいはい、だから本当に今の話で、あ、そういうことかって思ってもらえた、うん、アメリカの場合それぞれの個人がこういうふうに理論立てしてて、まあ旗から見てると細かいことと喧嘩してるように見えるのを渡先生を中心にざっくりとこういう理解でいいよって聞いていただいたっていうことです、うん、そうですね、まあ、あの厳密にねそれぞれの主張してる人から言うとさらに説教されるかもしれないですけど、まあね、リバタリアンとは何かって全体像をバクッと捉えて、で我々日本人のね、視点から見て、それぞれのテーマごとにじゃあこれはこう考えるって話で整理されているので、日本から見てこれリバタリアンが何者であるかっていうのはやっぱり分かる入門というか、入門書、はい、入門書ですね、という意味ではすごくいいかなと思っています、はい、だから本当にあのリバタリアンを日本でやるんだったら皇室も日銀回っちゃいけないんだみたいな、かなり極端な議論する人もいますけど、まあそうですね、基本的には中央銀行いらないっていう話だと思うので、だでもまあ現実は現実としてね、まあ、あるわけですから、うん、まあでもその考え方のベースとしてやっぱり知っておくべきことかなというふうには思いますよね、はい、うん、一番最初の救国シンクタンクの議論で江崎先生が我々はバーキアンかリバタリアンかと言われて、まあ、まあアメリカの議論に完全に乗っ取ってしまうのもあれなので、私はじゃあまあそこにあえて乗らずウェストファリア体制ってあればなんでもいいと、はい、まあアメリカ風に言うとコンフュージョンもその一つですよね、はいはい、まあ、その全て今挙げた、まあ、あのバーキアン、リバタリアン、コンフュージョン、そしてウェストファリア体制、全部自由とは何か、はい、と
という理論なんですよね、うん、我々はとにかく自由を大切にするシンクタンクなんだっていう、うん、もうあのお上に全て預けてしまって従っとけば問題じゃないんだっていう議論がはびこっているけれども、でじゃあそのお上とはな誰なんだというところも本書の中でかなり突っ込んで議論してます、うんうんうん、それもバーキアンとリバタリアンで全然違うっていうことも話してます、ね、うん、はい、まあもう本当にね、まあもう画期的だと思いますけど、いや藤原から出るのが画期的、藤原から出るのがもうなんといっても嬉しいですよね。なんかあのいやでも岡田秀弘著作集の書評が出なかったんですよ。で藤原社長が怒ったんですよ。でこの本がどんな風な受け取られ方をするかもやっぱり興味の、うん、あると思うんですよね。いや宮内先生、本当にもう左だと思ってる人、なんで藤原書店からこんな本出すんだと思ってる人こそ読んで、あの異論で、むしろ異論で読んでいってほしいんですね。自分たちが考えていったことに、これがもうすでに知ってたことだったら、まあ、それは申し訳ないですけど、多分知らなかったはずなので、そのテンプレの右か左かじゃない議論を提示しているつもりだし、我々が特にこだわっているのは、今回リバタリアンですけれども、自由って何なのかっていうことを本気で考えてみましょうっていう。そうですね。まあ、足がかりの一歩ね。左派の人たちもこれ、ね、リバタリアン左派っていうのがあるので、はい、あの左派をちょっとアップグレードしてもらってそっちに行ってほしいなっていうと、はい、あの本当にねちゃんとした左派ね、はい、はい、と思いますね、はい、本当テンプレの右か左かじゃない議論、うん、はい、江田先生がいつもおっしゃってる、はい、学問的基盤ですよね、はい、そうです、うん、というものをもうあの旧国シンクタンクはもう日本だけじゃなくてアメリカもヨーロッパも地の劣化が激しくなるんで、これは急いで作らなければならないなと思って江田先生、私先生にお声掛けさせていただいたというところから始まりましたので、やっぱりあの国を立て直すには、国を救うには地が大事だということで、まあ、今回リバタリアンとは何か、旧国シンクタンクの事業、宮内先生のお招きで、はい、あの藤原書店から出すことができるようになりましたので、はい、ぜひ予約していただければと思います、はい、多分もう予約始まってますよね、はい、ね、このね、はい、あれ、はい、はい、まあ、うんうん、今年がちょっとでもいい年になり、そうですね、いい年にするっていうことで、はい、いい年にするということで、皆さんよろしくお願いします、はい、今年もよろしくお願いいたします。官僚機構に統治能力がなくなっている。シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党の、もう官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか。政府に命令されて縛られたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんですよね。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。